さっきのあの MacBook も今使ってますが、デザイン的なところがまあ変わりましたので、まあ、そちらがどんなものか、あとアルミの削り出し筐体ということで、まあ、その辺あの楽しみにしてます。そうですね、これもう今正直もうこれ以上良くなるところってあんまりないかなと思ってます。で、まあ、あとは確かに小さいものが出てくれればありがたいなと思いますけど、まあ、エアーみたい、もう一つの小さいものですとどうしても機能が限られてしまうので、まあ、ちょうどいいサイズ、おすすめのサイズ、あの機械だとは思います。ありがとうございます。